YouTube の新函館ライブラリーチャンネルではビデオ星野シリーズでおなじみの星野功さんにご自身の写真集あの頃の道南下北を旅するに収録した写真についてお話をしていただきました。星野さんは第二次大戦後間もなく写真を始められ写歴は75年以上、映像の方もなんと昭和31年に8ミリ撮影を始められたという元祖二刀流です。その後16ミリにも手を広げられビデオ撮影も昭和60年という一般にはまだまだビデオで撮るということが珍しかった頃からなさってきたと伺っています。今回の動画は2部構成でございまして、まずは星野さん直々のご説明といいますか、星野さんがご自宅で録音して持ってきてくださった音声がございます。その中のお話を軸に写真をご覧いただきます。写真はほとんどが昭和40年代の前半に撮られたものです。では始まりです。漁村の子供たち、函館下海岸の子供は大らかで、道南の佐原と森の子供は人懐っこいですね。下北の子供の写真を見ていると一家の家族愛が強く感じられます。何でも屋さん、非常に珍しい光景に出会いました。私には好きな写真でしたが、師匠はあまりにも多くのものが写りすぎていると言われました。魚にそっぽを向く猫や米を背負う子供たち、牛乳やタバコも売っています。私はこういう情景描写が好きなのですが、恐山にて、恐山にも行きました。氷を通して亡き人の霊が集まるという素晴らしい光景の中、いた子さんたちはみんな地面に座って呪文を唱えており、夢中でシャッターを切りました。ところが昭和の終わりに来ましたら、いた子さんは囲いの中で商売をしており、がっかりしましたね。素晴らしい光景はもう撮れなくなりました。以上、星野さん直々のご説明をお送りいたしましたが、これから私も参加しまして話を伺っていきたいと思います。下海岸で行きまして、あとこのお祭りもすごいですね、うん、函館空港の近くですね。そんなに遠くないですね、これだったら、うん、子供多いですよね。そうね、子供の数も多いですし、人の数も、いや、この頃はどこ行ってもね、結構いましたもの、人、うん、うん、どういう場面が一番好きだったんですか、この下海岸での撮影では。いや、もう行き当たりばったりです。行って、いい写真何にも撮れないで帰ってくることもあれば、
あれですね、たった1回行って好きな写真が何枚もできたと、うん、そういう日もありますしね、はいはいはい、うん、だから確率から言ったら本当に悪いですね、うん、もう半分はもう7割はもう運ですもん、3割が実力でね、うん、あの今のようにデジタルでバチバチ撮っては失敗しては消してとかできませんよね、もう一発必中ですね。昭和42年ってもね、広報の係がね、一つの場面撮るのにね、フィルム2枚までだと、それじゃフィルム使うなんて、そういう時代ですよ、42年頃でも。それはそれで、シャッターチャンスにかける意気込みというか、一、うん、回何本ぐらいフィルム持っていかれたんですか。フィルム3本くらいかな。36枚撮りで3本だったら100枚ですね、ほぼ。うん、はい。今なんて100枚って瞬間で撮りますよね。星野さんの値段見てると一つのね 6コマ続きの中でもいろんな場面が出てくるというのがあるので、やっぱり金選んで撮ってられるなというです、ね、トライ X のね、100フィート買うんですよ、はい、自分で巻いて、でもトライ X 買うまでがね結構期間あったんですよ、買えなくて。高かったですね。高いね、うん、トライ X 倍ぐらいしてましたよね。で当時400で高感度ですよね、うん。話はつきませんが、下北に行きまして何でも屋さん、場所は下風呂温泉ですね。うん、これ僕の好きな写真なんですけどね、あんまり褒められなかったね。私はどっちかというとこの写真を出したくてこの本を作るとき最初あの頃の道南を旅するということで道南だけにしておこうかというのもあったんですけど、やっぱりこの写真が入れたかったということであの頃の道南下北を旅するにしたいぐらいで、本当に好きな写真です。なんとも情報量が多いというか猫は写ってるし、このよろず屋の店先なのに魚をさばいていると、しかも子供がいてという、この子供が背負っているのは米袋ですね、うん。また同じ下風呂の写真ですが、丸本旅館さん、私は5年ほど前に下風呂に行ってるんですが、今も同じ丸屋根の庇がありましてイメージが残っているんです。しかしこの素晴らしい写真を褒めなかった師匠というのはどういう方が師匠だったんですか。中目さんってね、函館の写真会を引っ張ってたような上手な人です。ズバ抜けてうまい人がね2人いたんですよね。1人は加賀さんって人でね、で1人は中目さんのね、例えば同点なんかでもね、その当時は宣言なかったんですよ、1人1点とかそういうね。で加賀さん1人でね18点入ったからね。次の記録持ってるのはね、僕の師匠の中目さんがね13点入ってるで、中目さんは写真雑誌もね随分活躍して。じゃあ次は恐れ山の方行ってみますか。やっぱりイタコいいですよ、イタコ。私も行きましたけど、うん、もう全然違いますね、星野さんの撮ってられるシチュエーションと、ね、一応一通り行きましたけど、もうイタコさんはいないんですよ。イタコさんも、なんかイタコさんもあ、もういないの多分、霊を呼ぶみたいなところはもう建物の中でね、やってまして、うん、そこも仕切られて、うん、その仕切られた中は、霊を呼ぶお願いをしている方以外の一般の方はご遠慮くださいみたいな感じで、まあ、詳しく聞いたわけではないんですけれども、パッと見たところそんな感じでした。もちろん信者さんもいたと思うんですよね。基本的に観光客ばかりだったんですけれども、うん、この時もすごいですよね、観光というかこのバスを待ってる人の、うん、44年とかあの子でしょ、まだ千里万博の前ですね、43年か。これだけほらすごい人がね待ってるという、なかなか当時庶民が観光と縁遠いとか、修学旅行で初めて旅行したみたいな。43年でしたら、そうですね。でまたイタコさんに話を戻しますと、この子供連れの人がすごく気になるんですけどね。なんか、なんか有名な、なんかイタコだって。やっぱこういうとこって写真は撮らせてもらえたんですか。嫌がられませんでした。いや大丈夫。つばいって映しても何ともない。だから私はお布施やってね、一回り回ってもらった、うん、いいですよって。ちょうど逆に写真送ってくださいとかいうのもありました。あ、いたこさんはないです。いたこさんはない、うん、普通の人でもありますよね、撮ったら送ってくれっていう。あの
下海岸の場合はね、次に行くときにね、写真持っててやったらすごい喜んでくれてね、バスで行くこともあるんですよ。で写真持ってったらそこの人がいや仮送ってあげるわって車でね、あ送ってくれる、そういうことだった。で本当にあの人間がおおらかっていうかね、これをかっこいいんで、あの花見やってもその何カメラ持ってる時代じゃないかみんなね、あその時写したらね、あの写真撮りましたけどもよかったらお送りしますよってちゃんと名刺やってで写真送ってやる、そういうことやってましたよ、うんうん。今回は以上です。ご覧いただきありがとうございました。あの頃の道南下北を旅するという本には350点を超える写真を収録していまして、今ご覧いただいたのはそのほんの一部のテーマや一部の地域です。また機会がありましたらこの続きをやってみたいと思っています。星野功さんの写真集あの頃の道南下北を旅する、どうぞよろしくお願いいたします。 Amazon でもお買い求めいただけます。